お疲れちゃんです。ラットです。今日はですねこちらの、ホグ迫撃をですね、使っていきたいと思うんですけど、最近バルキリーがすごい来てます。今ね暑い、もうバルキリーがもう環境のトップをね結構占めてるんじゃないかなと思います。グラチャレとかで結構人気かな。マルチっていうよりグラチャレとかでバルキリーマスケもですね、ここの2枚がすごい入ってるデッキが今多いっていうわけで、そのねデッキの一つの、こちらですね、反撃ホグを今日使っていこうと思うんですけど、テンプレでこの、タルが雪玉じゃなくてクエイクですね。タルババがクエイクのやつもあるんですけど、なんかクエイクのレベルがない人がなんかファイボだったりなんかタルババにしてしたりしてて、タルババはね僕的に結構使いやすかったんで、こちらをねやっていこうと思うんですけど、クエイクがやっぱタルババになってることによって陸受けが増えてるんでね、その分ペッカとかにゴレにもね腐らないんでね勝ちやすくなってます。なんで結構大型に意外ともう見た時にゴレとかで止まらんじゃんってなるんですけど、意外と大型にも勝てちゃいます。というわけでマルチね3戦ほどやっていきたいなと思います。はい。でなんか最近スペル、そうバルキリーなことで別にタルババがね、タルババが嫌だって人はクエイクとかでもいいと思うんですけど、タルババ別になくてもバルキリーがあれば今バレルを完封できるんですよね。バレルをバルキリーがね、バレル飛んできた瞬間にバルキリーをポイって出してあげるとその瞬間に完封できちゃうんで、これやばい、これ間に合わないかもしれないと思ってちょっと行き止まったんですけど、余裕で間に合ってましたね。はい。ってことでここでねさっき言っていたペッカデッキが早速来ましたね。でここで一回防衛から入ります。今はホグ飛ばしてもよかったかもしれないんですけど、逆に飛ばしちゃうとなんか普通にユニットで受けられてそのまま両サイドカウンターね受けて結構防衛が難しくなっちゃうんでね、ここは一回飛ばさない方が結構ね防衛しやすいんじゃないかなと。待って、やばい、なんか事故ってます、ちょっと事故ってます、やばい、危ない。ちょっとね今迫撃1個これ上にしてたんで工場釣れると思ったんですけど、多分ペッカの外側を工場バーバーが通ってきたので多分ね今釣れなかった感じですね。今からちょっと切り替えていきます。であれトルネザップのペッカでしたね。トルネザップペッカ工場珍しいですね。一回こう後ろからマスケ出して、はい、なるほどね。で一回このマスケを微妙に延命したいんですよね。ここでペッカ蓋される可能性もあるんですけど、はい、今のは理想としてはバルキリーをねじ込んでマスケット延命したかったですね。これ一回飛ばして、トルネが来るかもなんで遅れてコウモリして、多分これにトルネプラスのザップで処理されますね。処理されるから飛ばさなくてもよかったっちゃよかったんですけど、いいかなっていう感じですちょっと適当ですね。でここは1個上にしとけば一応ねこっちから来たやつは小序ババルート強制されても生き玉でなんとかなります。よいしょ。でこうビビドラをあえて受けてあげて、よいしょ、こんな感じでねいい感じに受けてあげるとこのままねカウンターにつながりますね。よいしょ。で一回迫撃置いてからの逆サイ行っとこう。よいしょ。このマスケットはタルババで多分処理できる。オッケー。逆サイがまあ取れねえであるんでなかなかダメージは重ならないですけど、よいしょ、一回後ろから、これは逆サイ攻めていいですね。ペッカで陸受けが相手結構工場しかない。今、U の咲いたんで。あ、咲いてない。あれ？もう一回、もう使っちゃって、今ですね。で、ベビドラ、咲いたんでコウモリもつけて、これはベビドラがターゲット取ってから遅れてね、このスケットを出してあげます。よいしょ。ここ工場から釣ってあげて、ベビドラねちょっと痛いんですけど言うてこれぐらいなっていうのはありますね。雪玉防衛に使ってあげて、これね陸やっぱ陸がタルババなことによってめっちゃいいですね。クエイクだったら今の防衛とかも結構苦しいんで、よいしょ。いやこれいいっすね。ホグのちょっと遅めにコウモリつけてあげるだけで相手はトルネを普通にね使
使っちゃうと今のユニットもだるいんでね。よいしょ、紅白鏡行って、これやばい、高すぎた、高すぎましたけど、これ多分入りますね。今これターゲットがタワーに行ってるんで、でこの間に相手のマスケがバルキリー処理してる間にこういう感じでね、マスケで処理してあげるとよりいいですね。これもチャッチ処理してあげて、あとは防衛しとけばいいんで、これ一応同サイドにしておきますね。あの最初にあったルート強制みたいなことがあった時に、でここベビーのターゲットあえて一回受けますね。あ、待って、これ釣れないんだちょっとそれは申し訳ないですね。ちょっと今トルネ相手で攻めトルネ使ったんで、なぜかここは攻めていって、でこのベビドラは右側2200あるんで許容して大丈夫ですね。あと雪玉2発なんで、もうこうコスト10ぐらいになるタイミングで雪玉打って、まあ、あとはあれですね、防衛します。よいしょ、もうこれめっちゃ回転早いんでね、これでもう終わりです。あぶねー、ちょっとね、あの1個高めの迫撃だと逆サイ工場が釣れないっていう、このね多分めっちゃ基礎かもしれないんですけど、ちょっとね、あの迫撃ちょっとアマチュアなんでね、申し訳ないです。はい、なんで気をつけた方がいいですね。1個上に迫撃置くときは、あの逆サイ工場釣れないんで、雪玉打ってどうにか、雪玉で角度をつけてね、打ってあげて工場を内側に寄せて迫撃に持ってくるか、まあ工場が来る用のカードをね持っておかないと、あんな感じでギャンギャン入っちゃいますね。はい、というわけで次ですね、よろしく。これもしマイケルってあの本物、いや違うかな、なんか本物だったらあの海外のウエストの方のチームのプロ選手だと思うんですけど、多分違いますね。これはでマスケ好きなんで、まあ、同じ系のデッキか、あとバルキリーマスケホグディガポイっていうのも流行ってるんですよ今なんで、そっちか。おお、全然違うやんけ。でここはまあバルキリーとマスケあるんで、迫撃置かずに守りたいですね。よいしょ、これできるだけマスケ延命できるといいですね。よし、 OK で、まあ、これは今ファイブザップ使ってるんで、普通にここ攻めて OK、 雪玉打ってあげて OK、相手のスケがちょっと甘いですね。それによってめっちゃ入ってる。おいしい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 、めっちゃおいしいですね。これなんだ、大体ウッドないですね。今の見た感じだとウッドがないんで、まあなんでマスケとコウモリの位置をしっかり離して出すと、コウモリにザップ打ったらマスケはファイボでしか処理できないんで、まあ、無理やりディガー当ててくるぐらいしか相手からしたらマスケと処理できないですね。その代わり逆にあのマスケットにファイボをザップ打ったらコウモリがねこっちは無双するんでっていう感じのサイクルを作っていきたいですね。よいしょ、いやーここはもしジャイ来た時にもしかして防衛迫撃置きたいんで、マスケット外から出した方が良かったですね。まあでもこれ出してあげて、まあ、一応延命します。カゴもこれ打ってあげて、よいしょ、いやマスケットとバルキリー強いですね。なんか迫撃いらんかったじゃんレベルで守れちゃってますね。もうここは一回何もね繋げれないんで置いて、もし一発、うん、あジャイマスケガゴの、ああそういう系ですね。ここは結構ね早めの対応してあげて、こんな感じでバルキリーとかで釣ってあげるとですね、初っ端バルキリーで釣ろうとしてもあの結構ねガゴが外にいるんで釣れないんですよ。なんで一回スケでちょっと内側にしてあげてから釣ってあげることによって、今みたいな感じのねピンチも、まあ、回転早いんで雪玉とか回しちゃってもいいんですけどね。よいしょ、でここスケとかこう出してあげると、ここにザップ相手は使いたいんでね、マスケか、うん、一旦流して、でここで相手結構コスト使ってるよねっていう、でガコ群れとか絶対来るから、まあ、相手も分かってますねこれ僕がマスケ出すの。よいしょ、いやでもいえ高めますけどね、しっかりガコ群れをプラス雪玉で処理してあげて、よいしょ、いやマジであの僕がホグ使うイメージないと思うんですけど、でも本当そうなんですけど、その結構ホグ使い始めたてっていうんですかね、でも勝てちゃうっていうのは結構やばいと思いますね。これマジでバルキリーマスケが環境にすごい来てますね。はい、あとデッキの完成度がすごい高いんで、なんか前にもあってね、ロイジャイのテンプレぐらいの完成度がありますね。でそう、あこれ今2000で、これあれです、さっきあのグラチャレと間違えたんでしょうね、この相手ルフィさん。
なんかレベルがめっちゃ低かったんでちょっと申し訳ないですけど、はい、まあもう一戦ほど最後いって7-2ですね。7-2で今季長いんで8戦いきたいですね。マジで今上がもう7-7とかいってるんで、どうにか頑張ってあげて8戦はいきたいですね。マジで8戦マウントは取られますね、マジで。よし、というわけで、まあラストいきたいなと思います。マジテンゴッドとかコタとか、まあ、ライクさん、まあ普通にみんなでやっぱ若干のね、そのいじりと言いますか、あるじゃないですか。その最後シーズン終盤の時に俺の方がトロ高いっていうか、お前トロ早く上げろよみたいなのがよくあるじゃないですか。でその時に、いやでもその最多トロ俺の方が上だしみたいな、いやいや今の方が大事だからみたいな、ね、そういうのがあるんですけども、8000でね行ってもう上取っとけばね、もう永遠に言えますね。こっちがまだ8000いってないのっていう言えちゃうんでね、それ目指したいですね。でここはちょっと一回逆サイ行きたいですね。マスケットがいるんで、あーでこれは多分ジャイですね、相手ジャイで一回コウモリも先に出してあげてザップ使わせてつけてちゃんと受けたいかな。よいしょ、これマスケットプラスでしっかり守っていきたいですね。タルババがまあいりますね。これはやばい、これプリンスの突進受けちゃうとマスケットが危ない危ない。これねマジでクエイクだったら終わってますいや多分クエイクよりこっちの方が結構いいと思うんですよね。でここは多分残ってるから普通にウッドとか転がしてはマスケ死なないんで、ウッドザップするぐらいじゃないとマスケがそう処理できないから、こういう感じでねつなげてあげて、美味しいですね。マスケで今のメガゴ処理できてるんで、はい、相手ジャイプリマスケメガゴですね。テンゴットのやつかな、テンゴットのやつもジャイプリマスケメガゴのアイスピーとかだったと思うんですね。で、ケツ、おぉ、ここは、あー、で、コウモリ来てザップ打ちますね。打たない。回ってないかな。ケツジャイ、これがむずいですね。これ、マジで、後ろからバルキリーマスクで合わせてもいいと思いますし、こんな感じで攻めてもどっちもいいと思いますけど、これ攻めたならばしっかり攻めないと、このジャイの後ろにいっぱいニットつけられて難しくなるんで、防衛がね。この間に溶かしたいですね。よいしょ、でこうスケで釣ってあげて、これねイクダムってあげることだけで延命できないかな。あ、今ザップ使いましたね。相手ザップ使ったんで、ここのねホグコウモリが多分きついですね。まあ、ファイブボーイでされるかな、もしかしたら。はいって感じで、まあ相手結構コスト使ってるんで、これはマスケプラスでスケでね、はい、守ってあげます。よいしょ、でここはもう今ね僕の攻めの流れができてるんでね、こう反撃出してあげて、こうジャイ受けさせてあげて、このねジャイ受けさせてる間に溶かしたいっていうやつですね。これよいしょ、こう延命しつつ、でもこの間にはね僕2周目のねマスケットがね回ってるんで、よいしょ、でこれ多分マスケに当ててきますね。はい、これ延命して、でここのマスケットのダメージは僕今アド取ってるというかダメージですね。ダメージで2700と3000とかだったんで、変に守る必要がないですね。あー、これ5を、てかホグ出すのバレてましたね。今のワンテンポ遅くしてもよかった。おーい！で、マスキー、これ反撃一発入りますね。入んない。後ろからコウモリ出して、バルキリーでもいいかな、普通にケツから合わせて、このザップぐらいは別に何でもいいですね。ケツジャイ、あー、これ、この反撃良くないです、これ。ここで普通にジャイ受けされて、普通に普通に今のこの反撃は防衛で良かったですね。守ってる時にこうやってホグ飛ばしとくだけで、相手からしたら防衛しないといけなくて、相手のこのね防衛に使ったメガゴはこのままね僕の残ってたマスクでね処理できますね。でこういうメリ残りの前にもうバルキリーとかつけて、もう追い打ちをねこうかけてあげるだけで、相手は反撃の陸受けねしないといけないんで、ね、きついですね。よいしょ、ホグ飛ばさずこう処理してあげて OK、 吐き気入って、しかもファイブも使ってるんでこのホグはもう止まんなくて、まあ GG ですね。いやーじゃあやば、待って、俺がびっくりするぐらい強いですねこれなんでしかも多分取る4000とか5000ぐらいだとなんかネクロとかも多いと思うんで、あー結構バルキリーを使うのはすごいおすすめですね。はい、でタレババとかのレベルなかったらまあなしでも雪玉とバルキリーでも枯渇には戦えるんで、まあ、タレあった方が陸受けが豊富になるんで、ペッカとかにすごい活
勝ちやすくなるんで、ね、僕的にはおすすめです、ね、はい、なんでこちらがね、ホグハク液今環境だと思います。ぜひぜひ皆さん使ってみてくださいというわけで今日こんな感じで終わりにしたいと思います。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。